皆さん、こんにちは。プロレスラー界の最高峰美女とも言われているうなぎさやかさん。プロレスの実力ももちろんですが、美貌でもファンを魅了しています。それもそのはず、うなぎさやかさんは過去にアイドルもやっていた経歴も持っています。それでは今回はうなぎさやかのプロフィールや経歴、プロレスラーとしての活躍、彼氏の存在、全日本プロレスへの告発、現在などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。うなぎさやかさんは1989年9月2日生まれの日本の女子プロレスラーであり、グラビアアイドルでもあります。身長は168センチメートルで、体重は54キログラムです。学生時代にはアーティスティックスイミングのオリンピックナショナルジュニアやチアリーディング全国優勝の経験があり、運動神経の持ち主です。地元大阪でアイドルグループのメンバーとしてデビューし、その後は群馬クリアーズのうなとして活動をしていました。2019年には東京女子プロレスに入団し、プロデビューを果たしました。同年1月4日、後楽園ホールでの対赤井崎&由美戦でデビューを果たしていますが、1.4 の後楽園というだけでも破格の扱いではないでしょうか。2020年にはスターダムという女子プロレス団体に参戦し、2021年に正式に入団しました。しかしうなぎさやかさんはスターダムを離脱しており、スターダムを離脱した理由については明確な情報はありませんが、いくつかの説が浮上しています。一つはフリー戦説で、うなぎさやかさんは所属団体にとらわれず、スポット的に他の団体に参戦することで知名度とギャランティーを上げるためにスターダムを離脱したと言われています。もう一つはスターダムの知名度が低かったため、他の団体にスポット参戦させて知名度を上げた後、スターダムに復帰させるために離脱したという説もあります。ただし正式なコメント話されておらず、詳しい経緯は明らかになっていません。うなぎさやかさんがアイドルとして活動した約5年間はあまり大きな実績は残せていないようですが、踏み台にしてやろうと挑戦したプロレスが想像していた以上に楽しかったようです。もともとスポーツ万能だったこともあり、メキメキと実力をつけられたようですね。そんなうなぎさやかさんという名前は本名なのでしょうか。調べてみると、うなぎさやかさんは過去には何度も改名してきているようです。アイドル時代は2014年うなとして活動、2016年ハオさやかに改名、2016年うなぎさやかに改名。プロレス時代は2019年うなぎひまわりとしてプロデビュー、2020年うなぎさやかに改名しています。アイドルで活動するのにニックネームでうなぎを使うとは考えにくいので、おそらく名字に関してはうなぎさんの可能性が高いのではないでしょうか。名前に関してはツイッターにあるようにさやかが本名と言っているようです。漢字までは分かりませんが、うなぎさやかは本名ではないかと予測されます。またうなぎさやかさんについて調べていると、彼氏についての噂がありました。ですが実際は彼氏がいるとの情報はありませんでした。数年ほど前の動画ではありますが、女性3人で同棲しているようなので、現段階では彼氏はいない可能性が高そうです。同棲を解消した時が彼氏ができた時かもしれませんね。またうなぎさやかさんはプロレスラー界の最高峰美女と言われるだけあって、アイドル時代、プロレスラー時代にわたり多くのグラビアの仕事をしてきていらっしゃいます。フライデーに取り下ろしもされています。これだけ長きにわたりグラビアで活動できる方はあまり多くないと思います。プロポーションを維持できているのはプロレスのおかげかもしれませんね。これだけいろいろなところで活躍されているうなぎさやかさん、お家騒動の渦中にある全日本プロレスに参戦しており、うなぎさやかさん自身の X への投稿が世間を騒がせていることで話題となっています。このお騒がせ女子レスラーは大きく揺れ始めた王道マットへ不信感を抱いており、全日本乗っ取りを目論む黒幕へ不穏なメッセージを送りましたという見出しでネットでは取り上げられていました。王道マットは昨年末から退団者が続出し、福田剛社長は迷走、
外敵王者の中島克彦は三冠ヘビー級王座を手に、闘魂スタイルと称して傍若無人な振る舞いを続けます。これらの不可解な団体の動きに、専務執行役員を務めるスワマが団体乗っ取りを目論む黒幕の存在を告発。王道マットのお家騒動はついにはうなぎさやかさんにまで飛び火していたといいます。全日本から事前にオファーをされていた2試合が白紙になり、さらに全日本の協力を得て大成功に終わった7日の自主興行東京後楽園ホールに関する一部費用で不明瞭な点があったといいます。うなぎさやかさんはこれらの全日本の対応を21日深夜に X で告発。これが大きな反響を呼びました。現在その投稿は削除されています。なぜ投稿を削除したのか問うと、削除した投稿にトースポ集合案件って書きましたよね。その一瞬の投稿も取りこぼさない、トースポかどうか査定しただけですよと言い、こんなに話題になるとは思ってなかった、でも本当のことと明かしつつ、おい黒幕、全部お前のせいだろ、嘘みたいな請求書作って人の試合も奪ってんじゃねえよと声を荒らげていたようです。昨年は全日本に乗り込み、8月には王道マットでなぜか大仁田敦さんと電流爆破マッチで初対戦、9月にはサリーと組み、現在 WWE で活躍するカイリセイン、あのウサオリ組との対戦を実現させ、1年を通して王道マットをかき回してきました。この全日本の現状を見て、私が全日本を査定してた頃とは別物になったよね。こういう変化ってどこの団体にも言えることだけど、話題は新日本を退団する岡田和親に負けない勢いで、全日本さんよく燃えてらっしゃると遠い目をし、まあギャンキで世間を騒がせていた先輩としては、これを大火事くらいまで燃やして美味しいシチュエーションに持ってくしかないよねとアドバイスを送りました。団体最高峰王座を保持し暴れる中島さんと黒幕についてはどんな夢を見せてくれるんですかね。フリーになってから光の速さでベルトも巻いて、私よりもさぞかし面白いことをしてくれるんですよね、中島パイセンと挑発。最後に、まあ黒幕と会ったことないし、なんだかよくわからないけど、最近の全日本の対応には心底呆れたから、その黒幕とやらを引きずり出してうなぎさやかが査定してやると宣戦布告しました。お騒がせ女子レスラーの訴えは果たしてどうなるのでしょうか。またうなぎさやかさんの現在についてですが、現在うなぎさやかさんはプロレスを続けており、チャリティ大会の開催や他の団体の大会に参戦しています。またうなぎさやかさんは株式会社うなぎ歌舞伎の社長です。異業種とのコラボ企画をしていて、会社に所属しているのはうなぎさやかさんのみですが、たくさんのファンが名誉平社員になっているそうです。彼女自身のオンラインショップうなぎさやか屋さんで様々なグッズが販売しています。台東とのコラボ企画であるうなぎギャンベーダーズが開催された際には、うなぎさやかさんをイメージしたコラボクレープ、缶バッジ、コラボ T シャツなどのグッズが販売されました。いかがだったでしょうか。今回はうなぎさやかさんのプロフィールや経歴、プロレスラーとしての活躍、彼氏の存在、全日本プロレスへの告発、現在などについて紹介していきました。プロレス界での活躍だけでなく、ビジネスでも活動しているうなぎさやかさんの今後の活躍に期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。